石姫王女は日本の第29代天皇、欽明天皇の皇后。古事記には石姫命とある。父は宣化天皇、母は橘の中王女、美達天皇の母。同母妹の小石姫王女、倉知綾姫王女、日影王女と共に、欽明天皇の妃となった。欽明天皇元年1月15日に、欽明天皇の皇后に立てられた。美達天皇元年4月3日、息子美達天皇の即位と同日に皇太后に立てられた。美達天皇河内磯長、中尾良、石姫王女磯永原両領は、宮内庁により、大阪府南河内郡太子町大字太子にある磯永原領に自譲されている。この美達天皇との合葬領で、宮内庁上の形式は、前方後円。遺跡名は、太子西山古墳で、墳丘長113メートルの前方後円墳である。石姫王女の崩御年は不明であるが、日本書紀では、崇春天皇4年4月に石姫王女の墓に、美達天皇が追葬されたとし、その領号を磯長領とする。延喜式書料領では、石姫王女墓は当墓の磯永原墓として記載され、河内国石川郡、美達天皇領内の所在で、主古三煙を毎年当てるとする。ありがとうございます。